チャップリンの検討は、1915年のアメリカ映画。チャップリンのチン検討や、チャムピオンの放題で紹介される場合もある。制作国のアメリカ合衆国においても、バトリングチャーリー、チャンピオンチャーリー、チャーリーザチャンピオンなどの別タイトルで紹介される場合がある。エッサネスタジオ制作、ゼネラルフィルムカンパニー配給。チャーリーチャップリンが監督、脚本。 編集、主演を務めて制作されたボクシングを題材にしたドタバタ喜劇映画、上映時間30分のモノクロサイレント映画である。ビデオ DVD 化されており、ヨドガワ・のクラシック名作映画チャップリン、作品集2などに収録されている。ボクシングのシーンはチャップリンもお気に入りだったようで、1931年公開の街の明かりでも再びストーリーに絡ませている。 勝っているブルドッグと放浪していたチャーリーは街角でボクシングのスパーリングパートナーの募集告知を見つけ空腹を満たすために応募するのだが、ありがとうございます。